始まりました。セガの新番組ペーター。台湾人セガ社員のリーです。よろしくお願いします。同じくセガ社員のカンちゃんです。よろしくお願いします。今回の企画なんですけれども、今回はなんとここセガ本社の倉庫でプレゼントを探してみた企画でーす。おお、面白そう。本当はもうちょっと大きな倉庫が実はあるらしいんですけど、はいはいはい、大人の事情で今回は社内の倉庫を探検していきたいと思います。わかりました。怒られないようにね、視聴者さんに、まあ、喜んでいただけるプレゼントを頑張って探しに行きましょう。はい、いいもの発掘できればと思います。ストックルームを、まあ、回していろんなこのレアアイテムをご紹介しつつ、その皆さんへのプレゼントも一緒に探していければと思います。では早速見ていきましょう。イエーイ。セガの倉庫に到着しました。すごいいろいろとありますね。たくさんと段ボールが、この辺はソニック系ですね。ですね。フィギュアもあります。すごい25周年のフィギュアですよ。やっぱソニックといえばこのポーズのイメージありますね。そうですね。ここはぷよ系が多いですね。ぷよぷよですね。カー君かわいいですね、うん、カー君がねいっぱいいるんですよ。なんか激レアらしいものを入手しました。おソニック20周年20周年さっきは25です。でかくないですかこれ。でかいでかいでかい。ちょっとじゃあ開けます。おお、わあ、すごい。世界に仙台しかない限定フィギュア。すごいですね。1000分の1がここにあるんですね。これやめとく。やめとくやめとく。怖い怖い怖い。あ、ちょっと。お、あ、これって出していいんですかこの場で。ちょっとなんかすごい重い。すごいすごい。すごそうなものを。じゃん。じゃん。メガドラミニの広告、そしてサイン入り。すごくないですか。結構、あ、中さんのサインだったり。小玉さんのサインだったり、いやすごいですよこれ。いやこれはすごくないですか。1枚しかいないですね。ないですないです、うん、いいもの見つけちゃいましたね。いやめちゃレアなものですね。さすがにねこれはちょっと見ときましょう。このパネルは結局どうすればいいんですか。開けてもいいよ。開けてもいいです。え、すごい、ポスターギャラリー。おお、キリュウさんだ。すごい、ドンキホーテ、龍が如く、ソニック。ソニック。ジェネレーションズの。ジェネレーションズですね。はいはいはい、プレイステーション3のと、Xbox 360。あと 3DS でも出てます。はい。すごい、いろんな木のポスターが集まってるで。はい。これ、これですか。これ、これ。ピンクのドリキャスがあります。こっちです。桜大戦の、あの、ドリームキャスト本体ですね。いや、いいですね。はい。これを、私、自分も持ってますよ。あ、そうなんですか。はい。自分持ってます。さすが。じゃあ、ちょっと開けてみましょうか。これ、新品ですね、これ。あ、懐かしい。メモリカード。これだけでもプレイできる。トリキャスのメモリカードは。おー、おー、懐かしいですね。懐かしい。これ、桜大戦のファンとしては、たまらないですね。これはさすがにちょっと、プレゼントにするのは難しいですよね。さすがにね、もう手に入んないですからね。まあ、そうですね。あ、ここ。ゲームギア、あるんですよ。前の動画で紹介したゲームギアミクロの親版です。親版ですね。もともとのやつ。かんちゃん、ここ。はい。これ、めっちゃ珍しいですよ。おお、メガドライブの CD ロムです。メガ CD。すごい。最初のCD ロム本体は下なんですよ。あ、へえ、そうなんですか。はい、メガ CD2 は、まあ、隣で。へえ、はい。拡張キットみたいな。そうです、そうです。こんなところに、新桜大戦のパネルが。大好きです。これ東京ゲームショーとかで使ったやつですかね。そうなんです。そうです。展示してたやつですね。はいはいはい、はい。いいですね。そうですね。天宮桜、清十郎さん。ファンはこれは家にあったら嬉しいんですけどね。さすがにね。さすがにこれはちょっと難しいですね。ああ、私も欲しいですけど。続いていきましょう。ソフトですよね。ここなんと。メガトラミニですね、ここは。日本版と海外版が出て、メガドライブの海外の名称が、あの、ジェネシスでございます。はいはい、はい。ファイティングパッド。あ、これ格闘ゲーム用のパッドです、ね。はい。格闘ゲーム用のパッドの違いは、まあ多分、ここの方向キーか、まあ、あの、コマンドが出やすいように。はちゃんと丸いやつ。あ、くっついてる。そうそうそう、ね。あ、なるほど。はい、へ、せっかくなんで、ね、なんかあの、この辺のものだったらいけそうなので、皆さんにこの辺りのものをお渡しできればと思います。持ってっちゃっていいですよね。まあ、いいじゃないですか、ね。あ、あ、じゃあこの辺とかもいけそうじゃないですか。多分これもいけるんじゃん。これはちょっといけそうかもしれない。はい、というわけで、ちょっとこちらに戻ってまいりました。かんちゃん。はい、なんですよ。おお、大変身したじゃないですか。ここはどうしたんですか。いや、そういうリーさんもなんか、ね、皆さんこれ思いますよね、突然ね。これは、ソニックザ・ヘッジホッグなんですよ。後ろでもかわいい。後ろも。後ろも見ながら、はい、ほら。あと、
なんかハリネズミになってます。これどこにあったんですか？あ、倉庫で見つけました。倉庫で見つけたから、ちょっと着たくて持ってきちゃった。そうです、そうです。かんちゃんは？かんちゃん、龍が如くオンラインのキャバ嬢の衣装があったんで、ちょっと一番ね、着れそうなものをね、選んできました。どうですか？かわいい。あ今日は、倉庫を探検して、はい、まあ、こんなにいろんなあのアイテムを集めることができました。はい、レアアイテムもね、たくさん倉庫でご紹介したんですけど、さすがにちょっとあれはっていうのが結構多かったので、今回はちょっと大丈夫そうなものに絞ってお持ちしました。念のために、じゃあプロデューサーさんに聞いてみましょうか。そうです。プロデューサーに聞きましょう。プロデューサーそこにいらっしゃるんです。大丈夫です。食い気味でした。リーさん、気になるものあります？あります。これと、こちらですね。おお、リューザー孤独セブンの春日一番。そう、春日一番です。私もあの全部クリアしました。いいですね。で、あとあの北斗の剣、あのレジェンドリバイブですね。おお、いいですね。アプリゲームですね。はい、これもあの私も北斗の原作もまあゲームももちろん大好きなので。はい。かんちゃんは？かんちゃんですね。実はあのユミエルキャストが結構好きでして、この全員揃ったクリアファイルめっちゃいいなって思います。かっこいい。いいですよね。あとこのコップも可愛いんですよね。コップですか？はい。見えます？ほら、ソニックがここにいるんですよ。めっちゃ可愛くないですか？この絵のタッチが。可愛いですね。可愛いです。ゆる可愛い。うん、いや、これすごい私好きです。などいろいろご紹介しました。一覧はこちらになります。こちらです。見てね。はい。気になるものありますかね。こちらのプレゼントの応募方法や締め切りなどの詳細は概要欄をご覧ください。はい、ということでこちらのセガ新番組カッコベータはまだレギュラー化が決まっておりません、はい、トライアル期間の結果によって番組が終了してしまうか継続できるかの結果が決まりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。